はい、時刻は4時を回りました。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その反省を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聴いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。本日は沖縄の読谷村にあるホステルカプセレントのオーナー、具志一郎さんにお越しいただきました。具志さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、これでいい？あ、いいですよ、大丈夫です。具志さんとはもうお付き合いも10年ぐらいになるんですけど、うん、すごいね、お付き合い始めた頃から今のスタイルになるまで随分変わって いく、うん、様を身近でちょっと見させてもらってるんですけど、今ね、読谷村でカプセレントされてて、まあ、ホームページもね、今日初めて見たんですけど、タイトルね、キャッチコピーっていいですね、奇人変人ハウスへようこそとか、あなたが普通じゃないから世界はこんなにも美しいとかっていうね、素敵な言葉なんかにも、うん、からスタートして、はい、まあ、ストーリーが書かれてるんですけど、はい、まあ、ラジオ聞いてくださってる方が武士さんってね、うん、まあ、見た目ね、なんかヘビメタかなんかしそうな感じの雰囲気ですけど、まあ、自己紹介しながら現在どんなことされてるのかっていうのをちょっと、自己紹介していただけたら嬉しいです。はい、はい、そうだな、まずじゃあ先ほど紹介していただいた、うん、ゲストハウス、ホステル、はいはい、ホステルっていう名前つけてもなん、ホテルと違うのみたいなことよく言われるから、はいはい、あ、ゲストハウスですよみたいなこと言って、あ、なるほど、はいはい、一応タイトルとしてはホステルっていうふうにやってます、はい、で、じゃあホステルの説明をちょっとやっていい？あ、どうぞどうぞ。なんていうかな、バックパッカーが使う安い宿みたいな感じですね、はい、で、基本的にこう2段ベッドに、うん、にみんな寝て、うん、この他のリビングとかトイレとかそういったのを全部シェアするようなスタイルの宿になってます、うん、で、まあ、うちの場合は特に、いわゆる普通の2段ベッドをポンと置いただけではスタイルではなくて、うん、ちょっとね、一人一人のこうベッドを広く作った、うん、カプセルホテルみたいな仕組みにしてて、うんうん、そのカプセレントっていう名前もエクセレントなカプセルホテルを合体させるとカプセレントでいいんじゃないみたいな。おー、あ、そうなんだ。それで合体させて。合体させて。なるほど、うん。っていうふうにして、まあそういう、宿をやってますと。あとなんだろうね。はい、最近は、あ、この読谷とか中部とかね、はい、不動産をやってる仲間たちと一緒に勉強会みたいなのをやってます。あ、はいはい、で、タイトルとして、初心者、超初心者向け、うん、不動産投資のあれこれ教えますっていうのを、うん、やってて、うん、で僕ら、あ、だからそうですね、だその前提として、はい、不動産をやってますっていうところ言わんといけないですね、多分ね。そうですね、もともと、まあ、おろくの方にね、はいはい、大きい、マンションをね、はい、所有されてて、そのつながりで最初僕ともね、そうです、そうです、うん、出会ったっていうのもありますけどね、うん、はい、そうですね、だから、宿やってます、うん、不動産でアパートを貸してます、うん、でその経験を生かして、うん、そういう初心者の人に、うん、どんな不動産を やりますよみたいな教えるグループをやってます、うん、で、なんだろうな、ラジオのパーソナリティやったり、はいはい、読谷やってますね、はいはい、であと、あ、最近始めたので柔術クラブ、読谷柔術クラブの主催をやってて、あと何やってるかな、分かんない、もうなんか分かんないですね。心気が向いたらいろんなこと、まあ、まあ多様性の塊ですからね、はいはい、まあ、多岐にわたってはご活躍されてるんですけど、うん、まあ、今のライフスタイル、まあ、この番組自体が転換期のお話を聞きしてるんですけど、はいはい、具志さんが振り返ってみて、うん、自分の人生の中で、うん、まあ、大きい転換期がピックアップとする、うん、するとしたら、うん、どこにあると思います？やっぱり、うん、子供が生まれたのは僕の中で結構でかくて、はいはいはい、例えばなんですけど、うん、昔バカみたいにタバコ吸ってたんですね、うん、で、うん、子供が生まれたからタバコやめたみたいなのもあるんですよ。おで
の、これで天下切って言ってみないかな。はい。というわけでもないんですけど、じゃあ、タバコやめるために子供が生まれたっていう話ではなくて、はい、なんて言えばいいんだろうな。この、まずこの、僕立ち会いもしたんですけど、はいはい、めちゃくちゃ感動して、ボロボロ泣いたっていうのがあって、今でもね、うん、今ちょっとそのシーン思い出して泣きそうになってるんだけど、はい、なんだろう。生き物がこの世に発生する時の感覚っていうのがすごかったんですね。うん、動いてる、うん、その、物体が動いてるっていうことに対して、うんうん、こんなものが、人から、なんていう動物か、人か、こういうのもら、生命が発生するんだなっていうのを感じた瞬間に、うんうんうん、なんか、頭からスルッて一個なんか取れてるんですよ。うん、なんか、人ってこういうものなんだなっていうところがあって、うん、で、僕の中でその生き物に対する、うん、だから生き物生命体に対する認識がだいぶ変わったっていうのがありますね、うん、例えばその、うん、お子さんが生まれた時の前と後って、うん、例えば、はい、奥さんとの関わりとか、はいはい、人に対する気持ちっていうのもじゃあだいぶ変わったってことですかね。そうですね、変わってますね、うんうん、それまではどんなでしょう。それまではね、うん、基本的に、なんだろう、ずっと被害者だったですね。江口さん自身が、僕自身が、はいはいはい、自己認識として、はい、子供が生まれるっていうのを体験するまでは、うん、ずっと被害者意識があって、うん、生きたくないのに生きてるみたいなところがすごくあったんですよ。あ、でもそうやって生命体が生まれるっていう、はい、発生するのを見て、うん、あ、俺も昔はこれかっていうところがあったんですね、うん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 、でちょっとなんかだから、そこで感じたのは、うん、能動的に生きようみたいなところ、うんうんうん、だから、被害者だったら加害者的な部分ですかね、うんうんうん、そういった感じが僕の中に生まれました、うん、でそれはやっぱりそれまで自分のためにはできなかったことでも、うん、子供のためだったらできるみたいなところがすごくあるんですよ、うんうんうん、なのでうん、そうですね、僕の中ではやっぱ子供が生まれたっていうのはすごい大きな、うん、出来事ですね。うん、はい、これは生まれてから子育て、うん、もうすごくまた独特な教え方されたりとか、はいはい、やっていってるじゃないですか、はい、ちっちゃい時から例えばたくさんの、ね、うん、親御さんとかもうゲームとか、はいはい、機械とか、うん、なるべく触らさないようにするのにちっちゃい時から iPad を与えたりとか、うん、はいはい、まあ、そういう機械になるべく触れさせたりゲームをさせたりっていうのを、ね、うん、やってたりするんですけど、これやっぱりあれですか、ご自身のちっちゃい時と重ねて、うんうん、子供たちとの接し方っていうのもやっぱあります。そうですね、うん、まあ、子供にゲームをさせるっていう部分に関して言えば、うん、僕がねゲームで生き延びたところ部分がいっぱいあって、ほう、じゃあそうだな、じゃあ例えば、まあまあこれ分かる人いるかいないか分からないですけど、うんうんうん、女神転生っていうロールプレイングゲームがあったんですね、うん、はい、その中で一つ僕の価値観をガラッて変えたのがあって、うん、モンスターと、はい、ロールプレイングゲームがあってモンスター戦いますよね、はい、モンスターが喋りかけてきて、ほう、悪魔を殺して平気なのっていう風にして語りかけられた瞬間に、ほう、あ、俺はこうあっち側から見たらただの殺人鬼だみたいなことを思い始めてから、はい、なんかパッてなそれ以外のものの見方も全然変わってしまったんですね。善悪の境目が分からなくなりますね、うん、そういう問いかけが来ると、うん、あっちはあっちで普通に暮らしてたところに、うん、僕はロールプレイングゲーム の勇者として入り込んでって、うん、そこら辺に生きてるモンスターたちの集落を荒らしまくってる、うん、視点を持ってしまったがゆえしまって、うんうん、すごい複雑な気持ちになったんですそうですね最近あれ分かります、はい、桃太郎の、うん、研究をした小学生か中学生かの話があって、はい、実は桃太郎は略奪しに行ったんじゃないかという見方があるわけですよ。おなるほど、鬼ヶ島に、はいはい、宝をそうそう強奪しに行ったそうそうなるほど、それもまた一つの視点で面白いですね、うん、面白いなと思って、うん、僕はゲームからそういうことをやったりとか、うん、あとですね、アメリカに留学してたんですけど、うんうん、英語なんか喋れないじゃないですか、うん、ちょうどその時に、うん、
ストリートファイター2っていう対戦ゲームが流行ってた時期なんです、はいはい、ゲームセンターでも並んでましたもんね、うん、そう僕アメリカ人そのゲームが上手だったもんだから、はいはいはい、アメリカ人に認められてこの生徒たちの大学生の中で認められたっていうのがあって、はい、英語は喋れないんだけど教えてくれ、うん、教えてくれっつって来たのをあるんですね。なるほど。その経験からやっぱり子供さんにもそういう、うん、あの一つの幅を持たせるためにっていうことなんですね。ゲームがダメってことはないっていうのはもう最初から思ってたし、うん、今ほら e スポーツって言って、うん、世界中でこういったゲームで競技するっていうのがもうできてきてるんですね、カテゴリーとして、はい、で今だったら例えばほらゴルフとかも、はい、優勝賞金 何千万とかって話なんだけど、はい、遊びじゃないですか、はい、ゲームでも一緒じゃんっていう。あ、まあ、そうですね。競技者がちゃんといればそれに対して、はい、賞金がつけばちゃんとあれになるし、だとしたら、うん、子供の頃からやってた方がいいなっていう気持ちが相当あったんですよ。ある意味英才教育ですね。そうある意味ね。まあ、ゲームの話もそうなんですけど、うん、ただ子供さんの環境、うんうん、まあ、元々大陸に住んでたのが、はいはい、読谷に越したじゃないですか、うん、それなんかきっかけってあったんですか。あ、ですね、うん、そう、大陸の保育園に通ってたんですけど、はい、子供も、うん、ちょっと何度かこうパニックを起こすような時期があって、はいはいはい、で、ちょうどその保育園に、うん、そういった子供の発達の先生、はい、が来るっていう話になって、うん、でうちの子を見てもらったら、うん、ちょっと後半性発達障害の系がありますよみたいな話になったもんだから、うん、あ、多分でその時にね、僕発達障害という単語は知ってて、うん、あ、やっぱりいいかみたいなのがあったんですね、うん、だとしたらちょうどこう保育園から幼稚園小学校って上がるタイミングで、うん、ちょっとなんていうのかな、公教育のルールでがっつりされた時に苦しくなるだろうなという気持ちもあったんですよ、うんうん、でこれは自分の経験もあるんですけど、はい、だとしたらじゃあどうするって言って嫁さんと相談して、うん、でいろいろこうフリースクールとか、うん、そういうカリキュラムのない学校みたいなのをいろいろ調べて、うん、でその時に読谷にそういう読谷自然学校っていうのがあるっていうのに行き着いて、はい、で、最初ね那覇から通おうかなとか思ってたんだけど、うん、考えてみたら僕那覇にいなくてもいい仕事じゃないですか、まあ、そうですね、っていうのはそうですね、場所には縛られないですからね。そうそうそう、はい、だからそう思った時に、うん、じゃあ読谷行くかと、うんうん、いう形で読谷に引っ越したっていう感じですね、うん、そのタイミングであれですか、カプセレントもオープンすることは決めてたんですか。いや、その時は決めてないです。お、うん、そこにだから行った時には、うん、なんていうかな、そういったしシェアハウスとかをやりたいなという気持ちで、うん、はい、引っ越しはしてるんですね、はい、ただ、嫁さんがダメだっていう話で、まあ、でも自宅でね、止めるっていう話をして、そうそう、奥さんと大喧嘩したっていう、ね、そうそう、話してたもんね。いや、俺下宿とかあるじゃんとかって言ったんだけど、いや、他人をがいつもいる状況嫌だって言って、どうしよっかなって言って、ずっとなんかこうそこではなんていうのかな、不動産に関して言えば、はい、まだなんかいろいろ考えてた時期ですね。まあ、それも一つの、引っ越すきっかけではありました。うん、なるほど。うんうん、で、読谷に行ってから、まあ、実際にこの、うん、民泊っていうかゲストハウスをするっていう、はいはい、発想が出て、うん、それから、まあ、カプセレントに、うん、発展していくと思うんですけど、うん、一旦ここでですね CM 入れさせてもらって、はいはいはい、じゃあそこにつながる話、まあ、現在につながる話をちょっと聞かせていただきたいと思いますので、はい、一旦ここで CM 入れさせていただきます。はい、はい、繁栄軍師純英の人生好転ラジオ後半です。前半では軍師さんが、子供さんが生まれて自分の人生観がすごく変わったと、で、まあ、いろいろな、出来事を経て、読谷村に引っ越してきたところをお聞きしましたが、引っ越してきて、どうでした、生活っていうのはだいぶ変わりました。だいぶ変わりましたね。なんだろう、いろいろ変わってますよ。だから、うん、例えばお酒やめたこととかもすごく、はいはいはい、読谷にいたっていうのがすごく重要だし、うん、なんだろうな、
いや前はねすごいあの一緒に酒飲んどっても、うん、あれですもんね、もう途中から記憶がないとかってよく言ってましたもんね。でもすごいでもあの禁酒してる期間今も続けてるんですよ、うん、もうお酒は飲んでないんですよ。あすごいね、うん、そこからやっぱりあのやめられてっていうのはすごくいいし、やっぱりあの、うん、飲み屋街からちょっと離れた自然の中にね環境を置くっていうのもすごくいいかもしれないですね。そうですね、でこれカプセルントをオープンするときってどうなんですか、うん、ご苦労ってなかったんですか。あまあ、うん、苦労ですね、いろいろありましたよ、うん、苦労自体は、はい、例えば、はい、まあ、やっぱ一番大きかった苦労っていうと、うん、こう一緒にやろうって言ってた人と、うん、ちょっと喧嘩になって別れてしまって、うん、一人でどうにかやらんといけなくなったっていうのが一番大きな苦労ですし、うん、そこからまた追い打ちをかけるように、うん、保健所とのやり取りがガタガタあれすごかったですねでもあの見ててもあれなんですけど、あの深刻な苦労に捉えてないような感覚があって、いや深刻でしたよ、あまあやってること大変です大変なんだけど、ある意味ちょっと楽しんでるようなところがあるじゃないですか。あ そうですね、そこではやっぱなんかあの、あそうそれね、あのね、あのもしその前に僕ほら、あの親検定とかで先生や、はいはいはい、講師やってますね、講師やったじゃないですか、はい、それがすごい僕の中で経験としては大きくて、はい、あのトラブルもネタになるわっていうのを学んだんですよね、うん、そうですね、うん、はい、あのトラブルが多いほどあの話すネタもね増えるからいいですね、うん、だからトラブルが来た時に、うん、あもう最初はムカつくんですけど、はい、ちょっとやるともうこれネタにするしかないなっていうのが出てきて、あのまあ大体よっぽどじゃない限り、うん、もうネタにしようっていうネタにしようっていう風になりますね、まあうん、まあ、その失敗とか苦労の、うん、あのね、この前までこのルールでやってたらいきなりルールが変わったとって、ね、あの頻繁にあったじゃないですか、うん、そういうのもねあのまた講座とかもしてもらったりとかってしてたんですけど、はいはい、あの実際にじゃあオープンされて、うん、どうですかやっぱり人の流れっていうか、あの、うん、関わり方って、うん、あのね、だいぶ人との関わり方って変わったと思うんですけど、はい、うん、ね、まあ、宿として言えば、うん、大苦戦ですよ。あそうなんですか、はい、大苦戦、うん、今までだからアパートとかだと、はい、1ヶ月ごとに家賃いただけて、はい、まあ、最低一応名目上2年縛りみたいなのがあるじゃないですか、はいはい、2年間はちゃんと入ってくるっていうのがあるんですけど、うん、宿って僕がやってるようなこの、安い宿だと、うん、大体1泊200ぐらいで、うん、なおかつ1個ずつ安いもんだから、うん、もう数回転させてやらんといけないなっていうのは最初からあって、うん、今年は、うん、夏のハイシーズンなのに、うん、でっかいキャンセルがゴカンって入って、うわどうしようっていうような厳しい状況が今来てますね。で人との関わり合い、うん、あまあぶっちゃけこういう宿に来るような人って、うん、面白い人が多いですよね、うん、まあ、ちょっと特殊な特にグシさんのところは特殊な感じしますよねだって一人旅でバックパッカーやる人なんかさ、なんだろうね、あの、うん、なんかイメージってあるじゃないですか、この、はい、キラキラした旅行がではない人なんですよね。はい、なんかどっちかっていうと自分に向き合うために、うんうん、あの旅をしているような方も多いですもんね。そうそう、はい、うん、とかあと沖縄だったら、うん、そうですね、印象深いのは、うん、この辺野古に、うん、高屋にか一緒に並ぶために来たっていう人が泊まりに来てて、うん、はい、その人とはね、うん、夜中の3時ぐらいまで話しましたよ。ほう、面白かったんだ話が。じゃあその人の 思いとかっていうのに響いたんですか。なんだろう、その人も沖縄の地元の人の意見が聞きたいみたいな感じで。あ、そうなんだ、うん、で多分だから反応が違ったんだはず。 うん、俺はねほら、うん、あのあまあまあどっちでもいいんじゃないみたいな感じだからそうですね基地反対とかじゃないからじゃあ基地を作れとでもないから。そうですね、うんうん、中央の世界で生きてますもんね、真ん中でね。そうそう、うん、ネタになるんだったらどっちでもいいんじゃないみたいな感じなんで多分、うん、このゲストの方は、うん、なんかね、聞きたいのは多分違うことが返ってきたんじゃないかなと思って、うん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 、でその後実際こういう話もあるよ、あんな話もあるよ、うん、軍用地ってのもあるよとか、うん、あと
なんだろうな、そういう、いろんな立場の人がいて、いろんな沖縄の人がいるよっていう話を伝えて、うん、りとかしてたら、まあ、30ぐらいまでずっと話してて、うん、まあ、あんた明日またバス乗って行くんでしょうとか言って、っていうのが早く出た方がいいよって、ね、うん、でも確かにあの人ってそれぞれ正しさを持つじゃないですか、うん、はいはいはい、正しさがこれが絶対的って思ってそこに意見に縛られるっていう、うん、考え方に縛られて、うん、周りが、見えなくなったり、うん、自分が見たいものしか目に、うん、あのチョイスしなくなったりするんで、はいはいはい、そういうその方にしても、まあまあ、基地反対っていう、うん、まあ、一つ の、 あの考え方をお持ちの方なんですけど、はいはい、違った視点を持てたっていうのは、まあ、大きい出会いでありますよね。そう武士さんのところ で、 です、ね、その方の人生にとってもやっぱりあの違う視点を持つきっかけっていうのはなかなかやっぱり、うんうん、環境が固まってると持てないと思うので、うんうんうん、そういう意味であのアパート経営とは違って人との人生に直接やっぱり関われたり、うん、あのそうですね、聞く機会があるっていうのはすごくまたいい仕事でもありますよね。そうですね、うん、やってみてなんかやっぱり良かったっていうところあります？良かった、うん、なんだろう、やっぱ今言ったその人との関わりが、うん、あの直に関われるのはいいですね、うん、で、まあまあ一番いいのが、うん、自分が遊びたいって思ったことがすぐできる環境を手に入れたっていうところがすごく大きくて、例えばさっきの柔術をやるって言ったのも、はい、その場所があるからパッとやろうと思ってできるっていうのがあるし、うんうんうん、あと最近あのカメラをいくつか買ってきて、うん、こう YouTube 配信とか、うん、Facebook 配信とかをやろうとしてるんですね、うんうんうん、でそれもあの場所がない人は、うん、その場所を確保するところから先、はい、うん、やらないといけないじゃないですか、はい、僕はそういうあのゲストハウスのロビー、あの、うん、コミュニケーションスペースがあるんで、はい、そこでさっとあのやりたいことができるっていうのもやっぱゲストハウスやってよかったなっていうのはありますね。あ、これあの、うん、この映像の収録も含めて、うんうん、このスペースって借りることもできるんですよ。あ、もちろんもちろん。あ、本当ですか。あ、今度また相談させてなるほど、はいはいはい、いやそういうのをやりたいなって思ってる人なんか、うんうん、結構いらっしゃると思うんですよね、はい、うん、あ、面白いな、うん、そういう人もね。でその思ったことを、うん、まあ、遊びも含めて、うん、まあ仕事と遊びの境目が仲がなくなってたりとか、うんうんうん、でその仕事だから頑張らんといけない、で遊びだから気を抜かんといけないっていうその境目もないじゃないですか。ないですね、うん、まあ、逆に遊びだから力入れて仕事だから気を抜いてっていうところ、うん、あるじゃないですか、その流れでいけば、その、囚われないっていうところでね、うん、あの生きてらっしゃる愚子さんですけど、うん、あの今後なんかこういうのをやりたいっていうのあります？今後こういうのやりたい、うん、あ、ね、うん、とちょっとね、だからさっきもちょっと言ったんだけど、うん、宿が苦戦してるんで、うんうん、もうこの宿をね、うん、ちょっと特殊な形にしたいなとは思ってて、あのなんだろう、まあ、俺とこうやっておしゃべりをすることによって、はい、なんか自分自身が何をやるとパフォーマンス上げ、パフォーマンスがいい状態になれるのかなっていうのを提供できるサービスにしたいなって思ってます。占い師、カウンセリングとかそういうその人を整えるっていうこと。そうそう、整えるっていうような感じで。なるほど、はいはいはい、うん、それいいですね、うん、でもあの分析とかね、それまた武士さん得意なん で、うん、 そうですね、そういう関わり方なんかもね、あの、うん、ぜひあの武士さんの方にちょっと連絡してもらいたいんですけど、うん、ちょっとねおしゃべりしてたらあっという間にちょっと時間になっちゃったんで、いろいろお聞きしたいんでまた続きとか、はい、また改めて、はい、ビハインドストーリーの方でお付き合いいただいたら、はい、カプセルのとで今度収録させてください。あ、もう全然全然、はい、やりましょう、はい、今日はもうあのお忙しい中来てくださってありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、本日のゲストは、沖縄の読谷村にあるホステルカプセレントのオーナー愚子一郎さんでした。また来週お会いしましょう。さようなら。